選挙結果の図。紫色がハリソンとタイラー、赤色がバンビューレント副大統領候補者3人が勝利した州を示す。数字は各州の選挙人数。1840年、アメリカ合衆国大統領選挙は現職の大統領マーティン・バンビューレント。これに対するにホイッグ党が初めて結束してウィリアム・ハリソンを担いだ選挙である。 ティッペカヌーと、タイラーも、のスローガンの下に結束したホイッグ等が容易に、バンビューレンを破った。この選挙は、大統領経験者と将来の大統領合計4人に、選挙人が投票したことで特徴がある。現職の大統領マーティン・バンビューレン、大統領当選者、ウィリアム・ハリソン、副大統領に当選し、ハリソンの死後に大統領を、継いだジョン・タイラー、 および後の大統領でこの時は選挙人、票一票のみ獲得した、ジェームズ・ポークであった。現職のバンビューレンは1840年5月にメリーランド州ボルティモアで再指名された。しかし、現職副大統領リチャード・メンター・ジョンソンの再指名は拒否された。選挙人選挙の結果では、ジョンソン、リトルトン・ W ・テイズ・ウェルおよびジェームズ・ポークに、 民主党の副大統領票が割れた。ホイッグ党の歴史で初めて大統領候補を決めるための全国党員集会が開かれた。大統領選挙のほぼ1年前にあたる1839年12月4日にペンシルベニア州ハリスバーグで開催された。指名候補者は3人おり、米英戦争の英雄で前回1836年。 アメリカ合衆国大統領選挙で落選したものの、バンビューレンに次いで最も多く票を獲得した、ウィリアム・ハリソン、もう一人の将軍で1837年と1838年に、起こったイギリスとの小競り合いでも現役であった、ウィンフィールド・スコット、および議会におけるホイッグ党の指導者で、元会員議長であったヘンリー・クレイだった。第一回目の投票ではクレイが一番だったが、 状況は彼を、候補者にすることを否定する方向に動いていた。第一に、この集会は、ホイッグ党が一連の選挙で敗北した後に、開催されていた。ハリソンは、その敗北と距離を置いていたが、クレイは、党の理論的指導者でありそれができなかった。集会が、翌年の春に開かれておれば、経済的低迷のために、ホイッグ党が選挙で一連の勝利を収めており、 クレイがより大きな支持を得た可能性があった。第二に、集会の規則では、ある州の大議員の過半数を得た候補者がその州の票をすべて獲得することになっていたことである。これはクレイに逆風であった。というのも、クレイは南部州の大議員のほとんどを掴んでいたがこれは、南部では大公馬から多くの票を取り上げられないことを意味し、 北部州の大議員からは過半数には届かないが、そこそこの支持を得ていたのでこれは大抗馬が北部で、クレー側の多くの大議員を横取りできることを意味していたからである。最後に、クレーを支持するいくつかの南部州が集会へ大議員を送ることを棄権したことであった。この結果指名はハリソンに行った。州ごとの点呼投票の結果は、 ファーマーズキャビネット1839年12月13日号に掲載された。ハリソンが北部の出身とみなされたので、ホイッグ党は副大統領候補として南部のものを指名してバランスを取る必要があった。党の結束を固めるためにクレイ支持者の協力を求めた。南部クレイ支持者の何人かが辞退した後で集会の間誠実に クレイを支持した南部の候補者に行き着いた。それが、バージニア州出身の元アメリカ、合衆国上院議員ジョン・タイラーだった。1837年の教皇の後で、バンビューレンは広く、不人気であり、ハリソンは、アンドリュー・ジャクソンの戦略に従って、戦争の英雄と国民の味方を強調する一方、バンビューレンは、公費で贅沢に暮らす富裕な俗物と攻撃した。 ハリソンは、それなりに裕福であり、教育もあったが、その、丸太子やイメージが火をつけ国中を席巻した。ホイグ党は共通の理想を描く、者たちと、広範な連合をしていたが、ハリソンは選挙運動でその問題を避けた。ハリソンが、一般選挙で得た、得票率はわずか6%の差であったが、選挙人選挙では、圧倒的な勝利になり、北部、 西部及び南部ともに制した。一般選挙の数字には、サウスカロライナ州のものが含まれていない。サウスカロライナ州では、一般選挙によらず、州議会が、選挙人を指名した。出典、ワルター・ディーン・バーナム、プレジデンシャル・バラッツ、1836から1892、ピアニッシも247から57、ハリソンは、大統領就任時点で、 ロナルド・レーガンに次ぐ高齢であったが、就任式の後に1ヶ月余りで死んだ。副大統領にタイラーを選んでいたことは、ホイッグ党にとって不幸であることが分かった。タイラーは集会の時に、クレイを断固として支持したが、元は民主党員で州の権限の熱烈な支持者であり、大統領職についてからは、ホイッグ党の政治プログラムを妨害した。ティッペカヌーと、 タイラーもチップ&、タイワッツ・ザ・コーズ・オブ・ディスコ・モーション、モーション、モーション、アワー・カントリー・スルー、イット・イズ・ザ・ボール・ウェイ、ローリング・オン・フォーティップ・カヌー&、タイラー・アートゥ、フォーティップ・カヌー&、タイラー・アートゥ、アンド・ウィズ・ゼム・ウィール・ビート・リトル・ファン。ファン、ファン、ファン・イズ、エイ・ユーズド、アップマン、アンド・ウィズ・ゼム・ウィール・ビート・リトル・ファン、ファーストバースコーラス。ありがとうございます。